第二次世界大戦時のビートン・ビートンが使用したカメラセシル・ウォルター・ハーディ・ビートンはイギリスの写真家。第二次世界大戦前から戦後にかけてファッション写真やポートレートで活躍した。その華麗な作品群はそれ以前のファッション写真とは一線を画しており、ホルスト・ピー・ホルストと共に20世紀前半のファッション写真界に大きな足跡を残した。 ロンドンハムステッドの裕福な家に生まれる。幼い頃、母や姉妹の愛読する雑誌の写真に見せられた。11歳の時、祖母が彼にコダックのカメラを買ってくれたのが写真を撮り始めるきっかけである。名門パブリックスクールであるハーロー校を卒業後、ケンブリッジ大学のセントジョンズカレッジで学ぶ。その頃、裕福だった一家は没落するが、バニティフェアや、 防具などのファッション雑誌の写真家として活動する。1957年に来日、川端康成に会っている。1958年に映画、恋の手ほどきでアカデミー衣装デザイン賞。1964年のマイフェアレディでアカデミー美術賞及びアカデミー衣装デザイン賞を受賞。日本において大きく取り上げた展覧会は開催されていない。 日本での参考文献では、ユリーカ1991年6月号で、ファッション写真の半世紀という副題で特集されている。川端編島を夫副書監修新庁社。ありがとうございます。